皆さんこんにちは、ゆうみんです。今回はこちらのでれーん、でれん、こちらの未来フルーツという商品を、試させてみようと思います。こっちがね、いちご味で、こっちがパイナップル味なんですけれども、まあこれ多分ね、割とどのベビー用品店でも売ってるんじゃないかなと思うんですけれども、まあね、9ヶ月から食べれるお菓子です。ああ、もう早速、うまいとったわ。わたし食べるわ。まあね、このね、あ、そっちも取るのね。ママよりも私が食べるわ。フリーズドライ。しかもね、すごいのが、無添加、無加糖。まあ、これパインなんですけど、パイン 100%、油不使用。だそうでございます。すごいよね。あ、もう本当に、本当に乾燥しただけみたいな感じ。これってさ、大人とかでも食べれるんじゃないかなとか思うんだけど、まあ一応赤ちゃんにも OK。まあもちろんね、あのアレルギーとかはね、あるかもしれないので、必ずそれはね、ちゃんと注意しながら食べさせていくものにはなるんですけれども、無添加だって言うからさ、もう気になって買っちゃいました。ちょうどね、この子たち、おやつタイムなので、今日はね、これを食べてもらって、どんな感じの反応を示すか見ていきたいなと思います。それでは行きましょう。でね、1袋だいたい450円ぐらいなので、まあ割とお手軽だけど、ちょっと高級か、ちょっと高級かもしれないかな。あーです。まあでもなんかこう、果物とかをね、取るのにはお手軽なんじゃないかなと思います。一応いちごとパイナップルにしたんですけど、他の味もあるので、まあ好きなね、フルーツを選んであげるのがいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、今日はね、久しぶりのこのバンボーに座らせてみようと思います。座ってくれるのか分かんないけどね、もうなんか立ち上がっちゃったりとかしそうなんですけど、ちょっと一つ持ってるし、ここで食べよう。いただきます、寿司はね。はい、じゃあいただきましょうか。よいしょ。はい、たくさん、はい、で、で、わしわりと食べようね。よいしょ、ね、よいしょ、ね、よいしょ、はい。もう全然脱出なんですけど、シュワリして食べるかよ。まずイチゴからいきたいなと思います。まあ手づかみでいけるよね。はい、じゃあイチゴの方ね、いきたいと思います。うわ、でかっ。マジででかいぞ。見て出した。はい、一袋にこれだけ入ってました。多分もうこれならだったら一瞬で食べ終わっちゃうと思うので、結構大きさ大きい感じでした。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個入ってますね。11個だから喧嘩になっちゃうわ。半分個にしたら。はい、じゃあパイナップルも出してみましょう。よいしょ。はい、じゃあちょっと出してみようと思います。いきますよ。ガチャ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 。あ、こんな感じ。あ、もう最後粉がめっちゃ出るから気をつけないと。こんな感じですね。すごい軽い。こんな感じですね。もう本当に乾燥させたパイナップル。ちょっと食べてみます。砕けてちっちゃいやつ。あー、ちっちゃいだけ食べてみたいと思います。いい、食べて先に。わー、めっちゃ酸っぱい。酸っぱいって顔するよ、絶対。いた。今ね、喧嘩しちゃうので、一番ちっちゃいの1個だけ食べようと思います。あ、なんかもうさ、フルーツ特有の酸っぱさみたいなのがすごいある。で、唾液と絡んだらスーッと溶けていく感じ。でね、食べやすいと思います。いやでもちょっとこう、って顔するかもよ。では2人に食べさせていきたいと思います。バンボーに座ってくれるかちょっとね、不明だけど。じゃあいちごいただきます。はい、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、いただきます。でかいぞ。あ、いった、いった、やっぱいった。でかいわ。
9ヶ月からいけるって書いてあったからいけると思うんだけど。でもね、台形多分溶けてくと思うので大丈夫だと思います。あーほら失敗はえ、それで失敗よね。ちょっと酸っぱいね。でも食べたい。でも食べるわ。やっぱり酸っぱいよね。酸っぱい。イタさん。でこれ大丈夫？ほら。じゃあパイナップルも行こう。じゃあパイナップルも行きたいと思います。はい。これもね、酸っぱいのくるよ、ギューって。今、取ろうとしたんでしょ。はっ、どう？噛みにくそうだね。ほらほらなんかすごい顔したい。ちょっとあれだね、やっぱ酸っぱいからバッて顔するけど、でもちゃんと食べてくれる感じではありますね。どう？いや、手づかみの練習にもなるし、まあいいんじゃないかなとは思いますね。一切手汚れないね。おやつにしてはなんかちょっと高級なんだけど、まあ、たまに買ってあげてもいいかな。こうなんかフルーツが取れなそうな日とかね。まあ今日がっつり朝バナナ食べたけど、あ、じゃあ食べる？ちっちゃいのがいいかもね。おっきいの、まあでもなんかがっつり食べてるけど、イーターはやっぱちょっと失敗わーって顔がありますね。トクンはなんか全然大丈夫そうだね。全部あげてもね、カロリーがねめっちゃ低いので、はい、いちご大好きだもんね、二人ともね。一袋ね38カロリーって書いてあるので、まあ半分こすること考えてもカロリーとかはすごい低いし、脂質もゼロですね。すごいね。まだ食べたいのは私のよ。はいはい。あ、まだ食べてる。うわ、おとなしくなった。パンボから抜け出そうとしてたけど。ちゃんと食べるときはね、そうやって食べるもんね。まあ、これだとさ、なんかいちごとかもさ、あんまり取れない時期とかあるじゃん。あの季節的に。いや、そういう時とかでも食べられるのはいいかもしれないですね。でもこうやってこうちゃんとリピートして食べてるってことは、酸っぱいながらも多分美味しく食べてくれてるんじゃないかなと思いますね。そうだよね。どう？まだ食べたいの？できるんだったら本当はね、その本物のフルーツを食べさせた方がいいと思うんですけど、まあ本当にね、取れない時とかはね、こういうの食べさせてもいいんじゃないかなと思います。もう完全におやつって感じ。やちゃん、あ、まだ食べてた。やちゃん飲み込むの早くない？特にちょっとゆっくりゆっくりだから、これ取れがいいと思うんですけど、早いね、これ。じゃないよ。ね、うまく飲み込めないことがありますので、様子を見ながら小さくしたり水分を与えたりして、必ず食べ終わるまで保護者が見守ってくださいって書いてありますね。確かにね、このねパイナップルちょっとでかいから割ってあげた方がいいかもね。もう割るのも超気持ち悪い。はい、大ちゃん、はい、大ちゃん、大きいのはちょっと割ってあげた方がいいかなっていう感じですね。ちょっとやっぱ乾燥してるから、水分一緒にあげた方がいいかもね。ちょっとジュースあるか、後でジュースもあげようと思います。この前もね、つまめるヨーグルトとかご紹介したと思うんですけど、ほんとそういう感じで最近はね、手づかみで食べれて、かつ赤ちゃんにも向いてるような何みたいな、赤ちゃんでもね食べやすいお菓子とかが本当に増えてるなと思うので、たまにはこういうのにもあげる日があってもいいんじゃないかなと思います。初めて食べる時のこのベビたちの表情ってやっぱこうちょっと特別感ありますね。可愛くて、でもちょっと心配よね。こんな感じでね、皆さんもね、ぜひ参考にしてみてください。すごい上手にね食べてますね。美味しいね。見たいって今まで聞こえてた特にだと思う。見たお姉ちゃんだからね。久しぶりにバンボにも座れたということで、眠くなってきたもん。アヒルネスね、これ結構いいかなと思ったんで、次はなんかメロンとかいろんな味があったんで、他の味もね、挑戦してみたいと思います。
はい、それでは高評価よければぜひグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方、インスタグラムの方、ブログの方、サブチャンネル方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これを言うとね、バイバイし始めるね。すごいね。